ステップ4、実証実験になります。この Blind Quantum Computation、一組は量子計算なんですが、実証実験を行ったことあります。まずはその BFK のプロトコル、これが b r o a d b a n d Fitzsimons、Cashefi のプロトコルなんですが、それがクライアント側で4つの QBIT の格子の Cluster State ススを作ってたんですが、それがまあ全体の Brickwork State ではない。 それから、それが、1キュービットと2キュービットのゲートは隠すことができているんですが、それから、そのクラスターステートの上には、ドイツのアルゴリズムと、グローブルのアルゴリズム、まあ、2キュービットのケースなんですが、それで、えっと、実証実験にやりました。これは、えっと、Vienna では、えっと、b ールズたちはやってた実験になります。それから、その Measurement Only のプロトコルなんですが、それが森前さんのプロトコルになっているでしょう。 これはもうあの、サーバー側には4つのキュービットを作ってたんですが、4つのキュービットの,のとクラスーステートを作ってたんですが、これも、あの、非匿性を証明しました。それから、完全性、インテグリティも証明しました。これも同じグループでやってたんですが、今回、ね、の、えっと、ファーストアートはグラガンティになります。これが、まあ、2つともは、実験室だけで、でで証明実験やってたんですが、えっと、 大きなネットワークは使ってないんですが、まあ、それでも素晴らしい実験ですね。今回にはこの上の部分だけを説明したいと思います。まずはその4キュービットのクラスターステートのことなんですが、それがブリックワークステートとどんな関係でしょうこれはまあ4つのキュービットはリニアになっているんですが、えっと、線形型ですよね。これをえっとブリックワークステートを作るために使うものになります。 例えば、こっちには4つのキューベットはつながっているんでしょう。それが簡単に見えるんですが、こっち側にも同じ4キューベットのつながっている、えっと、要素になってるんですね。さて、それを、まあ、簡単かもしれないねと見えるかもしれませんが、これの上には、えっと、複数の、えっと、量子計算はできるようになってるでしょう。 例えばこれが一つ目の実験なですが、single qubit unitary、一つの論理 qubit を使って一般の回転ができるようになりました。でこれが input の qubit と output の qubit になっているんですが、この二つのシー θ が クライアント側で決まっている秘密なアングルになっているんですね。これがキュービットを用意してたとき。それから、クライアントがこのデルタのことを計算したんですが、このデルタはどっちの角度で計算してほしいか、これでクライアントで計算して、サーバーに転送して、サーバー側で測定しているでしょう。 そして、これ今回の実験としては、このインプットの,の,のキュービットとアウトプットのキュービットの,の,の角度は0になっているんですが、これもあのこのためのの実験には安全でそれが隠すことができるとの証明してある。それをすると、こういう回路になってるるんですが、インプットの状態はプラスになって、それからこの Rz-Fi1、Rx-Fi2、Rz-Fi3 ではこういう3つには1には選べるなら何でもの,の一般の1キューの回転をできるようになるでしょう。そしてこれを行いました。ですが、この h i の,のアングルはそれがや,っとやりたい回路なんですが、それを隠すして このデルタのアングルだけをクライアントからサーバーに送る情報になります。そして、サーバーにはこのデルタの情報しか持ってなくて、これがこのアングルで測定してくるサイトの情報になっているんですが、これさっきのステップで説明した、XY 平面、つまりブロック級の赤道には測定するアングルになっているんですが、 サーバー側ではその情報しか持ってないので、サーバーはいくら頑張ってもと、トモグラフィーやってても、サーバー側から見ると、これが完全混合状態にしか見えません。つまり、これの秘匿性を守っていると,との証明してある。それからもう一つの授業、と実験なんですが、今回には1キューベットの回路じゃなくて、2キューベットの回路の実証実験をやりました。 つまり、これが、インプットが一つのロジャロンリーキュービット1、ロンリーキュービット2になってるんですが、そうすると、1キュービット目はこっちの風には流れるし、流れるしこっち側にもあの通信、電波ねすることになるでしょう。それから、このデルタ2、デルタ3はもう同様に、それが、クライアントからサーバーにはこの角度で測定してください。 そうすると、こういう回路を行うことになります。今回は、このファイ2、ファイ3のことには、それもあのやりたい事象、あの回路になるんですが、これをう使うと、これが2キューットのグローバーのアルゴリズムを実行できるようになります。 そうすると、この4つのキュービットをクライアントからサーバーに送ってるなんですが、サーバーはさっきと同様に、このデルタ2、デルタ3の情報しか持ってないので、トマグラフィーやってても、どのくら,らいトマグラフィーについては頑張っても、どうしてもそのサーバー側からその混合状態にしか見えません。それからそれが実証実験を成功したと言えるでしょう。